心の指針、潜在意識に委ねよ。悩んでも悩んでもどうにもならないこともあるだろう。どうしても道が開けない時もあるだろう。自力で道を開こうとしても、それが自我力となってさらなる苦しみを生む場合もあるだろう。求めているものが煩悩の炎となって燃え盛ることもあるだろう。苦しくて仕方のない時にはしばし歩みを止めよ。水中ではもがく者は溺れ、じっとしている者は浮かんでくると言うではないか。あなたも知恵が尽きたなら、大いなる力に任せきりなさい。実在界にいるあなた自身の魂の兄弟姉妹に導きをお願いしなさい。偉大なる仏や指導霊の皆のもと、あなた自身の潜在意識に人生問題の解決を委ねなさい。私たち人間は、あの世で人生計画を立てて、伴侶や仕事などを決めて、魂修行をするためにこの世に生まれてきます。東京 A セブン地区の皆さん、これから妊娠9週目の母体に入るための準備に入っていただくわけですが、もうお分かりの通り、皆さんが出て行かれる世界は従来経験されてきた世界とはかなり様子が違っております。それではお見送りの皆さんとお別れのご挨拶をどうぞ。毛利さんですね。はい。今回は立花さんですか。そうです。あなたのご両親の死後霊、お二人が見えています。どうぞ。いよいよ旅立ちですね。え、今の地上の状況はご存知ですね。人々は心よりもお金や物を大切だと考えるような、そんな時代になるようですよ。でもそんな時代だからこそ、あえて心の大切さを訴えていく人間になりたいのです。その気持ちを忘れないでちょうだい。はい。ところで立花さん、あなたの仕事は？心も体も治せる医者です。それは結構。地上に降りても忘れないでくださいよ。しかし私たちはこの世で生きているうちに、富や名誉や地位といったこの世に惹かれて、自らの人生計画を忘れてしまい、全く異なる人生を生きてしまうこともあります。いや、お会長よかったですね。よかったよかった。立花先生、ほらご覧ください。こんなに全く驚くほど順調に回復しておりますよ。やっぱり立花先生のオペは素晴らしいですね。ありがとうございました。青木君。はい。ちょっと先行っていいですか。はい。そんなことより、あのクラン家のレポートを提出しておいてくれたまえ。論文の参考にしたいんだ。いいね。出たんだって。これが。え、うそ、またやだ。私は見たことないんだけどさ、うん、橘先生。何あの態度。案外さ、橘先生に実験台扱いされた患者さんたちが恨んで出てきてんじゃないの。そうかもね、きっとね。あり得るでしょ。気持ち悪い。嫌だ。橘のやつ最近ずんどりすぎてませんか。あれで
って教授会の連中にはペコペコと頭を下げて回ってるんですよ。田村先生を出し抜こうとはとんでもないやつですよ。奴の頭の中には出世の二文字しかないというわけが。立花です。時に人はあの世で立てた人生計画を忘れ、全く異なる人生を生きてしまうこともあるために、自らの人生を全く変えてしまうような、そうした出来事に遭遇することがあります。人生には病気や事故など様々なドラマがありますが、その一つに臨死体験があります。これ101号室に届けてください。はい、お願いします。わかる。大変よ、立花先生が倒れたって。嘘。はい、何してんだ。カウンター。はい。おい、よせよ。おい。うわあ。うわあ。ダメだ。11時42分。ちょっと待てよ。どうします。俺は生きてるぞ。おい、片付けて。出ないぞ。死因は急性心不全。まあ過労死ってやつだ。私も彼には期待していたんだがね。それでも家族に病理解剖の承諾を。解剖、冗談じゃないよ。ふざけんのもいい加減にしてくれ。俺は生きてるよ。待ってくれよ。どうしたんだ、体が動かない。おい、一体どうなってんだよ。あいつら俺に何しよってんだよ。おい、青木くん、青木くん、どこ行ったんだ。どうしたんだ、どうして誰もいないんだよ。おい、おととい死んだはずよ。え、彼女は。立花先生、ちょっと待て。しておりました。違う、お前たちは死んだんだ。死んだんだよ。来るなよ、こっちに来るな。誰か助けてくれ。どこ行くの。お坊さん、いや、私の錯覚かもしれませんが、確かに死んだはずの人間が今そこに。幽霊かい。幽霊。バカバカしい。だって幽霊が幽霊に追いかけられたんだろ。幽霊が幽霊に。だってあんた死んどるよ。冗談はやめてください。あれは私のクラン家だった連中で、中にはもう何年も前に死んだ。だからあんたもう死んどるって。私が。バカな、この通りピンピンしてるじゃないか。嘘だと思うなら自分の胸に手を当てて考えてごらん。え、何のために。さあ、いいからその手を胸に当ててごらん。
どういうことだ。だからあんた死んだんだって。まだ霊視線はつながってるけどね。でも私は確かにここにいる。あなたにも私が見えてるんでしょ。私にはね。今のあんたは肉体はない、魂なんだよ。魂。情けない。そんなことまで忘れたのか。あんたなんで医者になったのかね。物心がついた頃からなぜか医者になろうと決めていた。それは約束をしてきたからだろ。え？もう思い出してもいいんではないかな。立花さん、あなたの仕事は？心も体も治せる医者です。それは結構。地上に降りても忘れないでくださいよ。人は死んでも心は残る。死ねば肉体はなくなるが魂はなくならないということだ。そもそも病の原因も心にある。心が病めば肉体も病む。いくら肉体ばかり治そうと努力をしてみても心が病んだまま死んでしまえばそれこそ不幸だ。地獄に落ちてあの世で苦しむことになる。だからこそ心も体も治せる医者になりたいとあれほど誓って出てきたんだろうに。確かに私は私がもう分かってると思うが、このまま元の世界には戻れんよ。あそこは天使の世界だからな。分かっています。こんな私にそれを思い出させてくださっただけで。今の私に一番会った場所へ行って反省したいと思います。そうかね。あんたに一番会った場所ね。分かった。先生、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 酸素マスク。はい。先生。先生、先生、先生、立花先生。先生。気づきましたか？先生。よかった。よかった。臨死体験について大川隆法総裁は次のように教えてくださっています。医学の話に戻るとすれば、人間が死んでどうなるのかさえまだわからないのです。愚かです。2000年前の人でも1万年前の人でも知っていた単純な事実が現代最高の知性を持っている人たちにわからないというのですから、それは果たして本当の意味の最高なのだろうか。違っているのではないか、何かが違っているのではないかということを思い出さないわけにはいきません。人間が死ぬのは脳波が停止する時でもなく、心臓が停止する時でもありません。それは内に宿りたる
魂は肉体から抜け出し、肉体と魂とつないでいるところの霊視線というものが切れたときに、これが正式な臨終であります。その線が切れたときに、もはや魂は肉体に戻ることはできなくなります。臨死体験というものも多く報告されています。入院して瀕死の状態になり、手術を受けているときに魂が遊離し、自分の手術の姿を見ているといった、そういう体験です。あるいはあの世の天国の姿を見てきて帰ったという、奇跡的に蘇生したという体験です。これを信ずる人はあり、これを脳の現象による幻覚だという人はあり、様々でもあります。しかし私は言っておきましょう。今世界各地で起きているところのこうした臨死体験は、実はあの世の霊たちが企画してやっていることであります。あの世の世界があるということ、魂があるということを教えるためにやっているのです。普通病気で死んでいく人間は、この肉体の中に宿っている魂も全く同じ状態になっています。肉体が心臓病であるならば、魂も心臓病のごとき様相を呈しております。肉体が癌で病んでいるならば、魂もその時には同じような痛みを感じております。そういう全く心と肉体とが一致して修行しているのが私たちであるのです。ですから臨死体験といっても、魂から出て自分を見ている時に何らの痛みも伴わずに見れるということは、それはあの世の光の天使たちが助力して見せているということであって、通常はそう軽々と肉体から魂が抜け出すわけではありません。通常は亡くなるときに、人はその肉体と同じ苦しみの中にあって、次第次第に魂の自覚というものに目覚めてまいります。天使や菩薩は存在しています。天使たちは日夜活動しています。数多くの人々を助けようとしています。悪霊に憑依されている人に善なる心を教え、その悪霊から引き離そうと努力しています。正しい信仰に入るように導こうとしています。そしてそういう人を導ける人を友達にするように一生懸命努力しています。天使たちは休むことなく日々そういう努力を行っています。天使や菩薩は存在し、そして守護霊、指導霊も存在しています。守護霊と言っていますが、これはいわば潜在意識のことです。表面意識、潜在意識という言葉が一般によく使われますが、表面意識とは一体何であるかというと、人と議論をしたり、忙しい計算業務をしたり、電話で話をしたり、書類業務をこなしている時のように、頭脳がいつもフル回転している状態の時に働く意識です。しかし、霊界との交流を始めるときには、潜在意識の部分の扉が開かなければなりません。そして、その潜在意識の扉を開けるためには、表面意識の方を次第次第に沈静化させていかなければならないのです。リラックスした状態になってくると、脳の活動を中心とした精神作用が次第次第に沈静化して意識の水面下に沈んでいきます。するとそれとちょうど交代するような形で、潜在意識という通常は表に出てこない部分が浮上してきます。ですから私たちは人生という名の一冊の問題集の中で、知恵が尽きたのならば心を静かにして
大いなる力に任せることも大切です。眠れぬ夜を過ごし天井を見つめるときは、実在界にいる魂の兄弟姉妹天使たちにお導きをお願いすることが大切です。苦しみや悲しみに打ちのめされたときは、偉大なる仏や指導霊の皆のもと、自身の潜在意識に人生問題の解決を委ねるべきなのです。